6年生になりました。1年前から身長どれくらい伸びたんですか。分かんなかった、ごめん。私分かったよ。俺もちょっとなんか大きくなったなっていう。原田凪役の新津千世です。本日はありがとうございます。とっても大切な作品ができました。ぜひたくさんの方に見ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でも新津さんは今回海に飛び込むねシーンもたくさんありましたけれども、どうでした、なんか準備とかされたんですか。あ、そうですね、本当に凪は海が大好きな子なので、もう慣れるためにダイビングの資格を取りまして、そうなんか、ま、ダイビングで海に慣れるところから始めて、すごいもう撮影の時にはもう本当に海大好きになってました。怖くなかったですか。いや、最初はちょっと大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、本当になんか気持ち良かったですし、うん、飛び込むシーンが楽しみでした、撮影中の。ね、ゆきさんとも一緒にね、こう抱っこされて飛び込むシーンありましたけど、どうでしたか。いや、なんか多分僕より怖かったと思うんですよね。僕はなんか自分の意思で入れるんですけど、僕が抱っこしてるからなんか知らないうちに海の中入っちゃう。だから怖かったよね。いや、でもなんかすごい安心感がいい。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、今ちょっとこうやって見てると、なんかいつもお会いするたびにどんどん成長してるなと思うんですが、今小学6年生ですよね。はい、6年生になりました。1年前から身長どれくらい伸びたんですか。いや、やっぱりあのすごい撮影で伸び伸び できたのもあるかなと思うんですけど、8センチぐらい伸びました。いや、もう今までで一番伸びました。島崎さん、それ分かりました。分かんなかった、ごめん。私分かったよ。俺もちょっとなんか大きくなったなっていう。そうなんですね、大きくなりました。